そういう出てくる緊張感というか、もうそれがもうすごく良くて、生き残るために頑張って戦うっていうことはまずすごくかっこいいなと思うし、お母さんが例えばもう魚人に食べられちゃって亡くなったとしたら、やっぱりそれはもう許せないですよ。進撃の巨人を読んだら、やっぱりそういう強い気持ちに熱くなるので、気持ちが、それもすごいと思う。